外野からの妬みや嫉妬はどう倒しますか。スルーすることに罪悪感を感じてしまうことがあります。妬みや嫉妬、そうだな、確かに妬みとか嫉妬ってあるな。そうだな、妬まれたりとか、まあ、確かに我々もあるけど、どうだろうな、スルーしちゃうの確かにな、なんか罪悪感っていうか引っかかりを感じるよな。だけどやっぱりさ、妬むとかっていう感情が生まれるのはさ、俺らもそうだけどさ、例えばさ、わかんないけど、じゃあ誰だろう、若い YouTuber さんとかがさ、すごい稼いでますみたいな話があってね、なんつったらいいんだろう、いやーって思ったりするときあるのよ。なんかやっぱり不道徳なこととかをしててもう稼げてるとかさ、広告ついてるみたいなのに、いやそれはとか思ったりするけど、でもな、そうもし思われてる側だとしたらさ、やっぱりそれはやっぱり自分が求めて、それを頑張ればそこに到達できると思ってスタートさせて、そこに到達した、そこまで道のりがあってのことだから、例えば俺がそこに妬みを持ってたとしたら、まあそれを知らない、そういった道のりを知らないことが一番妬みの原因だし、彼らのパーソナリティ知らない時とかっていうのはやっぱ妬まれんだよな。だからやっぱより仲良くなろうとするだろうな、俺だったらな、妬まれてる人にな。それしかないよ。なんか良くない人には妬みも嫉妬も怒りも恨みも持つんだよ、なんだかんだ。